こんにちは、アムナです。今日はですね、葵の誕生日ということで、見てください、この格好。サウナガー鎌倉ホテルに来てます。じゃじゃん。葵とムナは結構サウナをね、よく2人で行くんですけど、ここは貸し切りで90分制、カップルでもすごく楽しめるところなので、早速行ってみたいと思います。では行きましょう、鎌倉ホテル。あ、開いた。こんにちは。楽しんでた？楽しんでたよ。じゃあまずはちょっと案内していきますかね、はい、どうぞ。これ仕事が可愛い、見てほしいよね。はい、足元はおしゃれです。この竹山の中の矢沢さんを通り越して中に入っていきます。案内お願いします。はい、いただきます。今日案内していただきます、矢沢さんです。どうも矢沢です。かっこいい。自称プロサウナです。かっこいい。アマテラスです。草吉でございます。はい、めちゃめちゃ雰囲気に合っていい ね、ちょうどね、気を脱ぎやすいところに。じゃあ、はい、こちら案内していきます。お願いします。はい、ここがかき湯、はい、かき湯、はい、冷たい湯じゃなくて温かい湯で、ちょっと体を流します。はい、はい、まず第1、体を流しましょう。はい、ちょっと流します。はい、ここがサウナになります。あ、このすぐ入ってすぐですね、はい、サウナドアが。早速入りますか。あ、ちょっと待って、まずは説明です。あ、まず説明です。はい、こっちが、わー素敵、めっちゃ素敵。これが名物ですね。これが名物で、はい、水風呂。またね、この音がいいんですよね、この水の音が。外から外気をするなってます。はい、大丈夫です。外から入りながら一緒に行きましょう。いいですね。では早速サウナに入りますか。はい、はい、では行きましょう。どうぞ。はい、はい、サウナね、2段あると思うんですけども、1段違うだけでこれ約15度ぐらい違うらしいです。そうなの。でも確かに足すごい冷たい。冷たいでしょ。だからできるだけ足も、まあ、上のところに乗せちゃったりとか。これって乗せるのはマナー違反ではないの？あ、全然全然、うん、乗せれば頭の先と足の先の近くになるでしょ。体全身がもう均等に温まるから、うん、より整えるということでございます。はい、ででん。めっちゃ入念に拭いており、あ、ちらみ見えちゃった。結構ちらちら見えちゃった。ここは送らないように。はい、準備ワンタン。足元もしっかり拭きましたね。せい。じゃあ大曲いきましょう。はい、お楽しみのお外。気持ちいい、外。気持ちいい。ちょっと気持ちいいですね。結局はね、できるだけもうリラックス。力をもう極限まで抜いて。これぞ、整い。パパン。整い顔です。美しいですね、顔が。そうか。気持ちいい。まあ、今日貸し切りなんで、ちょっと後で横に寝そべろうと思うんですけど、ね。いいですね。いいね。中でも整えるスペースがあるので、はい、ここはね、はい、お茶もありまして、すごい、はい、たまろう、ほうじ茶、ね、ほうじ茶認証を取得してみたいです。すごいね。おじゃ組んでみて。大漬けダウナ師匠ここでここに並べるから、ここにここに今師匠並べるから、どうぞ。名付けて青助サウナハットの意味は、はい、サウナってやっぱり
暑いから熱が、それ髪の毛ね傷んじゃうわけですよ。その熱から髪の毛を守ってもらう、そのためのサウナハットです。じゃあ水風呂体験、はい、もう水風呂体験行く。じゃあもうちょっと温めてから行くか。はい、はい、緊張する。あんなちゃんとできるかな、怖いけ。楽しみだぜ。あんまりあーだいぶ温まったですね。まだ暑い。はい、暑いな。汗いっぱいかいてる。じゃあ水風呂行こっか。はい、頑張ります。私はい、頑張ります。山田さん、あ、緊張するできるか。はい、じゃあまず汗ちょっと流してもらって、汗を、はい、え、このままやっちゃっていいか。いいですよ、行きましょう。せーの、これ気持ちいいやつや、絶対幕町なんだっけ、衣、羽衣、ちょっとお花の周りにこう膜が出てくる感じが、羽衣もまとっちゃってください。気持ちいい、あ、OK です。あ、OK です、OK です、はい、出てください。はい、タオルで拭いてください。体をしっかりめに。じゃあ行きましょうか。楽しみ。よいしょ。結構寒くない？結構寒くないでしょ、もう。あー、気持ちいい。寝ちゃったこれ。寝ちゃったよこれ。気持ちいいんですよこれが。気持ちいいですか？重力が、だいぶ風やばい。いや、体のさ、表面がなんかプツ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 してこない？するするっしょ。あ、てか肌がもちもち。はい、整っている顔をご覧ください。あ、これ整いまくってますね、この顔は。恥ずかしいって。